はい、今回新しく出させていただいている2機種なんですけれども、全く2機種ともですね、異なる個性の、持っている竿になるんですけども、共通して言えるのが弊社独自のマグナフレックス製法、カーボンシート、グラスシート段階から折り重ねて、ブランクを作ってくる製法なんですけども、この製法を使った理由としては、視覚的な感度を、求めるために、ティップを柔らかくして、視覚的に当たりを取っていく、当たりを取って攻めていただきたいということで、この製法を使っています。